皆さんこんにちは。株式会社ソーシャルメディアマーケティング代表取締役の菅野博道と申します。本日はスマホ6000万人時代の集客売上アップのための SNS 活用術のお話をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。消費者のインターネットの利用動向が変化していることを皆さんお気づきでしょうか。今までのパソコン、ホームページからスマホ、SNS と大きく利用動向が変化しております。そのことをこれから具体的な数字で見てまいりたいと思います。デバイス別の利用状況の推移なんですが、昨年2016年、スマホがパソコンを抜いて 70% になりました。もうパソコンで情報をチェックするという時代からスマホ、タブレットへデバイスの利用状況が変わっていることがこの数字で見ることができます。お客様がこれから使う端末はスマホがメインになります。準備をされていますでしょうか。